はい、皆さん、チェース。はい、てなわけでね、今回、まあ、画像に出ているサムネにある通りなんですけれども、今回こちら、2、3ヶ月前に購入したものなんですけれども、まあ、なんでこの頃ずっと公開ってか、まあ、商品紹介しなかったかっていうと、まあ、時間がないからだけど、まあ、今日はね、時間あるので、まあ、ちょっとこの時間を使ってね、早速紹介していきたいと思います。ゴジラ対エヴァンゲリオンで、コラボさせてもらってる時に、まあ、ゴジラ、設定ではどうなんだろうね。まあ、いや、早速見ていきましょうか。まあ、僕の予想だと、まあ、なんて読むんだろう。わかんねえ。漢字苦手だしな。おぉ、まあ、ハサミが必要。ちょっと切っていくか。あ、でもなんか切りたくないな。綺麗に剥がせる自信もないしな。いきます。もうここちょん切ったら価値はなくなる。いきます。はい、もう売れませんね、これは。もう売れませんね。中古として扱われますね。はい、まあ、こちらはですね、まあ、僕の予想なんですけれども、ネルフが作ったゴジラみたいな。もしもネルフがアダムとかマダブで、マダブとかではなく、ゴジラの骨を拾ったらどうなるのかみたいな。ほら、もう完全にエヴァが作ってる、なんかゴジラっぽいやつ。ほら、え、どうした、どうした、お前どうした。はい、というわけでね、出ました、じゃじゃーん、こちらですね。いや、足すごい。どうなってんのかな、これ。前に鍵爪がある感じですね。まあ、つべこべ言わず出してみましょう。おー、ここはなんか立つ場所でいいのかな。ちょっと一回読んでみよう。はい、ですね、まあ、これちょっと読んでて分かったんですけど、ここの可動式のところで口開いてねっていう、これ多分俺顔だと思ってたんだけど、口だったのかな。まあ、これが足場になりますね。で、これが飛んでる時を表すような、分かりにくいね、いろいろぐちゃぐちゃになっててね。まずパッケージ見せるか。もう脱いじゃってる。もう脱いじゃってる。しかも逆だった、開けるの。こうだったっぽいね、完全に。はい、では早速ね、開封していきましょう。開封の儀、いいっすね。うわ、あ、思ったより軽いね。何この形、なんかジャンプしてるかのような。あ、なんか触りたくない。あ、こういうところも全部剥がしていきますよ。あー、なんかもったいない。うわー、おー、稼働する場所がちゃんと1、2、3、4、5、6、6つありますね。で、しかもこれ回転する尻尾が素晴らしい。まあ、これね、いつ、おー、どうしよう。うわ、口開く、かっこいい。ちょっとか見にくいでしょ、みんなね。あ、落としてもまだ健在。まあ、検査してもらわないと困るんだけど、足がゴジラと違って逆ですね。関節が鹿とか後ろ足、馬の後ろ足みたいな感じですね。あれ、馬って全部この関節だったっけ、わかんないや。パッと思わねえわ。おお、こんな小さいところも稼働しますよ。すごいね。これはなんだ、ブースト？説明書いてないんだよ、一個一個のパーツが。指は動きませんね。指は動かないけど、手首が、360度って感じ？いや、違うな。ここで横にしか動かないギミックになってます。こうだけですね。はい。おぉ。ちゃんと、最初からあるパーツで、なんか剣みたいなの。あと、お手手だね。あと、これなんか。まあ、後々、説明書かなんか見て、かっこいいシーンを頑張って作ります。おぉ、立つかな、こいつ。立たせんの無理だよ、ね、尻尾で支えて。あ、普通に立ちますね。で、ゴジラ特有のこの背びれなんですけれども、まあ、見て分かる通り、もう先っちょが紫に光ってるんですよ。光の加減でめっちゃ光るんだよね。いや、かっこよすぎる、半端ない。口も開きますから、もう感動だよね。いや、どこまで稼働するんだろう。ここまでなのかな。おー、ちょっと、これすごいな。これはすごい。ちょっとゴジラ風味出すとしたら、
これ目じゃないか、この緑が目じゃないよ、上の青いのが目だからね、これね、口だから、ここすごいね、エヴァンゲリオンみたいに顎尖ってるね、すごいね、素晴らしい、超かっけえ、超かっこいい、かっこよすぎだよね。これもうちょい口開くと思うんだけどね、やばあ、開いた開いた、ちょっと怖くてこれ以上開くのやめようかなと思ったけど、こんだけ開きますね、なんかエヴァンゲリオンみたい、あのほんと顎の作りが、お、すごい、この耳動くじゃん、いくよ、ほら戻して、わかるかな、ちょっとだけスッて横にスライドするんだけど、すごい、へえ、あとここにねネルフのマークがしっかり書かれていて、すげえ、やばいね、頑張ったよ、うん、いやー、かっこいいな、かっこいい、ネルフが作ったエヴァだもんね、ゴジラを倒すためのエヴァなのか、ゴジラの骨を拾ってエヴァにしたのか、どっちかわかんないんですけど、で、こちら、でん、前紹介したゴジラ、エヴァの色したゴジラ。ね、こちらの方がちょっと僕、やっぱお気に入りかな。わかんないけど。いや、これすごい気に入っててね。で、ゴジラがやるように、なんか、よくやる、あの、吠えのポーズにしてんだけどね。ガーって。その時さ、両手ちょっと動くじゃん。で、ちょっと横に斜めに動くじゃん。その時のシーンをちょっと表してんだけど。いや、こいつかっこいいね。あ、ごめん、シュパーで切った。でも、それに劣らない、このかっこよさ。あと、スタイリッシュ。で、この口ね。かっこいい。でも、この、ノーモ。うん。かっこいいなぁ。鍵爪もね、素晴らしい。ここ動いてくれたら嬉しいんだけどね。すごいね。ちょっとこれ、動画だと伝わりにくいんで、とりあえず写真の方、早速行きましょう。どうぞ。